皆さんこんにちは、しずみさんこと伊達あずみです。私たちなんとまた台湾に行くことになりました。キャピーン。さてその台湾でたんですけど、はい、今度は皆さんにいろいろ聞いていきたいなと思ってまして、コメントとかをいただいてね、そうそうそう、おすすめをね、うん、聞きたいんですけど、はい、まあ、我々前回むちゃくちゃいろんなもの食べたじゃないですか。食べた、ビンゴもしたしで、うん、すっごい食べたの、うん、食べた。でもね、うん、その放送に対しても、うん、いやこれだったらこれ食べた方がいいですよとかいうコメントが来てたわけよ、うん、めちゃくちゃ来てた、うん、なので、うん、お前ら台湾に行くんだったら絶対これ食べとけっていうものをちょっと教えてほしいなと思います。グルメですね。いやもうね、ご飯美味しいだよ、美味しいだよ。でもその胃袋はね限界があって、やっぱ1日食べられてもやっぱ5食ぐらいしか食べられない。1日5食も多いんだよ。5食ぐらいしか。じゃこの中でそのなんか我々もやっぱ雑誌見たりとか情報誌見たりとか調べてますけど、なんかまあそういうのんじゃなかなか取り上げられてないけど、実はこれすごい美味しいよみたいな、そういうね、うん、マル秘グルメ情報みたいなのね、いただけたらハッピーですよね。そうだよね、うん、その台湾の人たちにさ、こうもう毎日実は通ってるお店があったとかさ、そう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 いうの行きたい。そう、なんか何食べてるか分かんない、美味しそうだなって思っても何食べてるか分かんなくて聞けないとかもあるので、うん、あるある、うん、ぜひコメントでですね、これは絶対食べとけ、これはおすすめだぞっていうお店とか、食べ物を教えていただきたいと思います。お店を教えていただけると結構我々行きやすいかもしれないですね。行きやすい、すぐね、調べちゃう、うん、もう Google 先生神様だからすぐ調べちゃうから、調べちゃうから、はい。なんで、台湾の方、そしてもう台湾にすごく詳しいよっていう方、もういろんな方のコメントを参考に今回も台湾楽しんでいきたいと思うので、ぜひぜひたくさんのコメントお待ちしております。よろしくお願いします。バイバーイ。